同じように放射水を計量カップの中に入れて、それをさっきのビニール袋に入れます。はい、と、そしてチャックを閉めて、それで思いっきりシェイクします。シェイク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 。わー、スライムみたいになってきたよ。ほや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 、固まってきたので手で丸めていきます。すごいすごいすごい。どうぞリンタン。おめでとう。すごいすごい。リンタン感想どうですか？ベタ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 入れるほどベタベタこんな感じ。めちゃくちゃふわふわしてぷにぷにしてて、まあ、おおすごいスライム完成。プリンめちゃい。プリ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 。トレーニングやせて軽く押さえてせんべいみたいにします。スライムの真ん中でストローを押します。おいちょいちょ。ストローを包むようにスライムを畳みます。これで準備どこまで大きくなるのか。カロンはこのぐらいになると思います。リンタンこのぐらいだと思います。大きいね。助かった。リンタンの予想は大きいですね。めちゃくちゃ大きい。それでは実験を始めます。ちゃんと使って。
もうダメか。あーだから超最低ねみたいな。最後の挑戦です